はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、開封動画撮っていきたいと思います。今回はね、こちらエヴァックリマンチョコフィギュア入りということでね、なんかフィギュア入りのやつが今日出てたんですよね。コンビニ行ってたまたま見かけて購入したんですけど、ビックリマン自体ね、私大好きなんでね。で、今回はね、なんかエヴァックリマン自体のシールとかは出てるんですよね。うん。でも今回はね、違うらしいんですよ。シール全7種っていうね、今回だけの限定エヴァックリマンが入ってるらしいんです。で、さらに、イラストがフィギュアになった。全7種。はい、こちらのねフィギュアも入ってるっていうボックスですね。はい、こちらをね今回は開封していきたいと思います。まあ、全7種っていうことなんでね。はい、全7種なんでね、7個買ってきました。全7種揃うかどうかはわからないですよ。はい、一つのコンビニで7個買ってきたんでね。はい、これをコンプリートできるかどうか、ストレートでいけばコンプできるはずなんですけどね。ではね、開封していきましょう。はい、まず一つ目ですね。はい、こう開けると、はい、中にこれが入ってましたね。エヴァックリマンスペシャルエディションっていうやつですね。で、こちらがラインナップ全7種エンボスシールとカラーがありますね。はい、まあ、これはとりあえず後で開封しましょう。まず中のねフィギュア、ここにある5種の他に2種シークレットがあるんで、まあ、とりあえずねコンプするには最初に、シークレット引きたいですね。はい、ということで中に入ってると思います。いきます。1つ目、せーの、これシークレットじゃね、これシークレットだね。これシンジの、スーパーゼウスシンジのゴールド、これがシークレットだ。はい、いきなり出てくれたわ。野菜先、はい、よし。では2つ目、これは置いといて、はい、いきます。2つ目、せーの、あ、これは普通のシンジ、普通の怒り神事。はい、3個目いきます。せーの、あ、びっくりした、また神事かと思った。これは初号機のヘラクライストバージョンですね。はい、初号機とヘラクライストがコラボして合体したやつ。はい、では4つ目いきます。せーの、あー、普通つうか綾波レイだね。はい、はい、よくできてるな、これちっちゃいの。続いて5個目、こっからなんかねダブりそうな気がすんだよな。はい、ではいきます。せーの、ほら出た、綾波ね。ダブった、やべ、もうコンプねえわ、やば。6個目ですね。もうコンプが不可能になりました。せめてもう一つシークレットは欲しい。はい、いきます。
せーの。これは普通の、普通スーツか。碇シンジのスーパーゼウスバージョンですね。はい。顔が似てるのはいいな。よくできてるわ。はい。ではラスト7個目。とりあえず出てないのはアスカか。アスカとシークレット。はい。まあ、そのどちらかだな。ダブんないでほしいな。はい。いきます。せーの。ああ、アスカ。アスカラングレーです。よくできてるな。ちっちゃいのによくできてるわ、このフィギュア。まあ、普通にね、海洋堂特製なんでね。海洋堂はね、ほんとこうちっちゃいフィギュアね、よく作るんですよね。その出来がいいんでね、海洋堂さんは。いや、マジか、あと一種シークレットだわ。シークレット。ちょっと待てよ。同じ店で買って、たんですけど残り2個あったんですよね。そっちの方かな。でもね、これ1個高いんですよ。1個なんと550円もするんですよね。あの、最初値札がなかったんですよ、コンビニ。まあでも見立てで300円ぐらいかなと思ったんですよ。普通のビックリマンシールチョコチョコが100円なんで、まあ、それにフィギュアが入ってで、まあ200円プラスで300円かなと思ったら550円もしよう。びっくりしたわ。コンビニ行ってピッてやった時に550円って出た時にびっくりしましたね。マジかと思って。いやー、これ残りシークレットか、厳しいな。じゃあとりあえずシールね、こちらのシールだけでも全7種コンプしたいですね。はい、では早速こっち行きたいと思います。はい、ではね、もうすでに開封しました。シールを出すだけです。はい、せーの。お、綾波レイエンボス金ピカピンですね。はい、ナンバー2 25周年。はい、ではね、2枚目いきます。せーの。お、碇シンジ、碇シンジナンバーワン。はい、はい、3枚目いきます。せーの。うわ、マジか。ここでも綾波レイでダブルか。うわ、マジか。いきます、4枚目。せーの。お、エヴァクライスト初号機、かっこいいな。このコラボはかっこいいな。エヴァクライスト初号機7。はい、いきます、4枚目。せーの。わ、マジか。嘘、シールの方は2回もダブったぞ。わ、マジか。はい、6枚目。せーの。あ、はい、スーパーシンジゼウス6番。はい、ラスト7枚目。せーの。あー、よし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 、持ってない。エヴァクライスト初号機のカラー、かっこいいな。エヴァクライストとのコラボ抜群、5番。はい、かっけえ。はい、って感じでね、全部開封しました。フィギュアが1種類、シークレットが揃わない。
シールの方は2種類足んない、はい、という結果に終わりました。まあフィギュアの方はね、ちょっと今組み立て、開封して組み立てようかどうかすごい迷ってるんですよ。まあ、この状態で取っておこうかっていう風にも考えてるんで、すごい悩ましいんですよね今ね。まあもしね開封することになりましたら、いつ動画でねご紹介したいと思います。はい、ではとりあえずね今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。